3、2、1、0。8月27日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。8月27日、今日は男はつらいよの日だそうです。主役はトラさん。トラってなんだっけ。体重維持、それはフトラツ。スペシウム光線、それはウルトラ。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え即用、志のお問い合わせご注文が増えてます。常温保存の効く法事ギフトはお任せください。今日はとても美味しいご飯、なぜなら青海山椒の佃煮が一緒についてくる。本当にいくらでもご飯食べれます。しびれるうまさ、最高です。一度お試しあれ。店長まっちゃん、しんどい時なぜかすごくニコニコ笑ってる。不思議だ。